計するものとする歩兵用しているので、検疫信号と船名を確認の上、本船に乗船する。四角に着岸検疫とは、本船を直接岸壁に接岸させ、検疫官が乗船して行う検疫方式のことである。検疫を受けようとする船舶は、検疫区域、検疫病地に入れなければならないのが原則であるが、天候その他の理由により、検疫所長の指示のもと、当該船舶などを検疫区域以外の場所に着岸させ検疫を行うことである。米印客船の検疫の場合は、サーモグラフィーなどの機材の持ち込みがあること、乗客のスムーズな入国審査を不必要に妨げないために着岸検疫を実施している。四角三、無線検疫 RPM、レイディオープラキキファマ指示とは、検疫法第5条で規定されている交通などの制限について、あらかじめ入港前36時間以内、船舶の長が検疫前の通報及び厚生労働省令で定める事項を通報した場合、検疫所長はこれらの通報により、検疫感染症の病原体が国内に侵入する恐れがないと認めたときは、検疫再明しを交付する旨の通知をする制度である。また、検疫再明しの交付することができない場合でも、検疫感染症の病原体が国内に侵入する恐れがほとんどないと認めたときは、一定期間を定めて、仮検疫再明しの交付する制度。米印1970年昭和45年に始まった無線検疫の制度は、検疫官が乗船して検疫を実施する。輪船検疫及び着岸検疫とは異なり、時間的制約が少なく機上にて審査し、速やかに入港の許可ができる。本船サイドにおいては、荷役や航行スケジュールなどで最も経済的メリットの大きい制度である。米印以下、個人的に参考になったタンカーチームのやりとりです。人と感染患者がいた場合には、その旨を検疫に通報し、基本的には患者を船内にて隔離し接触を避ける。パイロット行政区域では入港できなくなるので乗船させ入港後、検疫官が本船に乗船し、患者の症状を確認し、必要に応じ救急車にて病院に搬送する場合があるので、救急車は検疫に帯同する。並行して船から事情聴取及び入港検査を行う。旧旗はやはり上げなくてはなりません。患者を搬送後は、患者の船室から消毒、シーツなどは袋に入れて、検疫官が持ち帰る。その他船内も消毒し、問題がなければ、その他の人も乗船が許可される。いろいろなケースがありますが、今のところ蒸気に遭遇したことはありませんでしたが、検疫官、病院、代理店でドリルをした経験があり、回答させていただきました。今関、Outlook for iOS を入手。
差出人、岡田、吉尾岡田@wilhelm.com 送信日時、月曜日、5月27、2019、7時19分午後。宛先、今関、太、高橋、市川、CC、MK、補足の補足。旗は国際信号機で、旧、一重旗で掲げた場合、本船乗組員の健康に問題なし、検疫に関する通行許可求む。My vessel is healthy and I request free practice の意味を表すと定められており、free practice でないことを意味するとなる。すなわち、検疫艦以外の乗船不可であることも示す。パイロットは例外。あれ、感染症患者がいる場合はどうするんだ。健康に問題なしではないけど、乗船不可であることを示すために掲げなくてはいけない。リー検疫。高橋さんちょっと補足しますね。通常は無線検疫。入港前36時間以内から申請か、そう過ぎたらダメ。原則前港出港後、土日の扱いとかプサン矢印文字みたいな短時間航海の扱いは、検疫所によって違うかも矢印誰か知っている人教えてください。矢印。東京検疫所管轄では土日の対応はまずは当直の方へ携帯電話にて伝聞受領時刻から伝聞内容を読み上げ問題がなければその時点で受領とみなされグランリットの時間を通告される。その後通常行っているように NACCS もしくは FAX にて送信する。その他の管轄でも同様の対応していただいているところがほとんどみたいです。衛生検査証書セックが切れての入港の場合はほぼほぼ機産検疫になります。一旦沖町の場合は沖には行きたがらないのであくまでも岸壁ベース。特にタンカー LNG ターミナルへの印象は良くないので早めに申告申請した方がいいです。なぜか本船はイエローフラッグ検疫機を掲げて入港式さん着産時は誰も乗れません。着産後検疫官のみが岸壁より乗船し検疫終了まで誰も乗船できません。その間約 30.40 分間皆さん桟橋で待ちぼうけされるからである。検査終了しイエローフラグを下ろされようやく乗船が許可され関係者乗船、サイド衛生検査になります。その最大利点は、本船、検疫官サポートとしてアテンドします。検査項目及び、検査の流れは添付参照、所要時間約に 2.5 時間申請代は、円32,500円36,600円くらいだった、かなプラス、証書発行代円830証書添付参照。この申請代証書発行代は、現金では受け付けず、収入印紙でのみ申請か。こんな感じでよろしいでしょうか。ご不明な点がありましたら何なりと。今関。from 岡田吉尾岡田@wilhelm
E6%、A4%、QC%、E7%、96%、AV。通常は無線検疫、入港前36時間以内から申請か、そう過ぎたらダメ。原則前港出港後、土日の扱いとかプサン矢印文字みたいな短時間航海の扱いは、検疫所によって違うかも。矢印誰か知っている人教えてください。無線検疫審査合格は、入港後に検疫再明しを交付する旨の通知に過ぎないので、厳密にはフリープラティークではない。でも実務ではフリープラティークをとしてしまっている。入港後は、まず、仮検疫再明しが発行される。その後一定期間14日だったか、感染症患者が発生しなければ本物の検疫再明しが発行される。その頃には、すでに船は出港してしまっているけれども、フリープラティークオとノアヒレイタイムとの関係は、添付を参照。SSCEC の発行元は、IHR の元アプローブされている港の公的機関に限る。他の港の場合、公的機関発行であっても、日本では無効とされることが多い。OK してくれることもあるけど、間会社発行は問題外。SECの有効期間は6ヶ月のみ、1ヶ月の縁もあるが、条件があり、かなり限られる。更新には、検査手数料のほか、港によっては、付き添いの業者、検査が滞りなく済むようにアドバイスしたりするがいることがあり、ここにもお金を払う。検疫所は土日夜間働きたくない、忙しいから船とか行きなくない、系なので、セック更新の検査に来てくれてないことがままある。ウィキペディア英語版 https://a-wikipedia.com ウィキープラティークをあまり正しいことを書いていなかったので、参考にしないように。SP にもいくつか書類あり、じっくり読まなくても良い。C、ユーザーズ吉尾岡田ウィルヘルムさんタンカー&ガスドキューメンツ34、パーティーオソリティーズキフェラントゥーイン。岡田、アンキョト。米印国際信号機とは、政府間開示協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号機を言う。国際信号機の旧旗は黄色一色の旗一時信号シングルレターシグナルであり、本船乗組員の健康に問題なし、検疫に関する通行許可求む。My vessel is healthy and I request free pratique を意味する。丸一時信号、シングルレターシグナル、緊急、重要または一般によく使われる、AZ までの26枚。丸二次信号2、レターシグナル、遭難、救助、航行、気象、通信、検疫など航行と人命の安全を保つために必要なもの。丸三次信号3、レターシグナル、M で始まる三次信号は医療信号。米印アルファベットの O の旗なら、人が海に落ちたアルファベットの U と W
を続けると安全な航海をお祈りします、という意味。